ジャン君、ポンちゃん、そろそろお休みの時間です。今日ね、神社のお祭りというか、なんかなんとか祭みたいなやつの時間を聞いたら8時か9時ぐらいじゃないって言われたような気がするんだけど、行ったら8時か9時に終わるって話だったみたいだね。8時に行ったらちょうど終わるとこでした。と言ってもそんなに盛大ではなくって、おみこしを戻すところだったね、きっとね、という一日でした。それが綺麗っていう話だったからね。提灯がいっぱいあって綺麗は綺麗でした。そして子供たちが太鼓と笛をやってました。観客はほぼいませんでしたが、もうあの時は帰っちゃってたからね。という一日。おはようございます。おはようじゃねえよ、まだ寝てねえよって感じかな。4時半過ぎました。はい、クボケンパパこれから散歩に出てきます。はい、アメールビールになってたけどね。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、気持ちいいね。さて、じゃあ1時間くらい歩いてくるね。ねえ、まだ早いんだから寝てたらいいんだよ。僕も、ポンちゃん行ってくるね。暑くなる前に帰ってくるね。